今日は家を出たのが遅かったんで、まあ、偵察がてらって感じですね。さらっとどんなところか、まあ、見に来るっていう。いや本当これはすごいね。日本にこんな場所があったのかっていうような、こういう場所があればあったでね、ゲーテッドシティって言って関係者以外は警備員がいて入れなかったりするんですが、まあ、そういうわけじゃないですからね。こうプラプラ散歩するぐらいなら、観光客が写真撮るぐらいなら全然大丈夫ですからね。観光と住居が一体となってる。でもな、集合住宅ですからね。場所が良くてもやっぱり人参ですね。人参がね、ドキュンとかね、ちょっと頭のあれな人だとね、どんないい高級な場所でもね、地獄と化しますからね。トップ YouTuber のヒカルさんでしたっけ、なんかすごいね、マンションに引っ越したはいいけど変質者につきまとわれて、しかもオートロックのなんか住人にそいつがいて、もうやむなくね、せっかくいいとこなのにってね、悔しながら引っ越したっていう動画ありますからね。そういうのがあるからちょっとね、住人ガチャがあるのがこういう集合住宅はおっかないのがありますよ。ちょっとこっちのマリーナ部に入ってみますか。入場料取らないんですからね、太っ腹ですよ。素晴らしい。ハーバーと行ってみますか。この柵からこっちはちょっと入れないようです。ここから先は本当にこういうところを借りてる人しかの入れない場所もあるようで、まあ、ここからでも十分ですが。リゾートっていう言葉がぴったりきますね。本当に海青いですね。城ヶ島もそうでしたけど、やはり外洋だけあって水がきれいなんでしょうね。地中海風っていうのをイメージしてるんですかね、この感じは。本当におしゃれすぎますね。ちょっとね、ここまでおしゃれでかっこいいとちょっと気をされますね。
なんか撮影とかでガチャガチャ回るよりもラウンジとかカフェでのんびりとね一日ぼーっと過ごすのがいい感じの場所ですよね。二人連れとかでね来てね本当にまったりとああいうこうハーバーを望むカフェのオープンデッキでのんびりとねこう半日過ごすっていうのはでもそういうまったりができるっていうのは相当いい関係でないと無理ですよね。だってねこう会話が続かなかったりねその沈黙の気まずさに耐えられないというか逆にその沈黙がねこの気持ちよさになるそういった関係でないと、難しいのかもしれないですよね。まあ私の方もねちょっと腹が減ってきたんで、まあ、いつものごとく酒と飯にしましょう。こっちの方がいい感じなんですがどうもホテルの、ね、中なんで遠慮しておきましょう。こっちでもこっちはね公共の公園のようなんでこっちで食事しましょう。まあいくつかベンチとか腰掛けられそうなところはあるんで、そうしましょう。